パノラマ島記談は江戸川乱歩の表した中編小説である。新青年に大正15年から昭和2年にかけて連載された。本作は新青年1926年10月号から1927年4月号に5回にわたって連載された。連載時の編集者は横溝聖史である。初出時のタイトルはパノラマ島祈願で単行本収録時に パノラマ島岐団と解題された。しかし、収録時等の表記は、岐団岐団岐団等必ずしも一定していない。乱歩の念頭には、エドガー・歩ランポのアルンハイムの領地や、ランダーの屋敷があったようだが、連載時は、パノラマ島の描写が退屈がられたのか、あまり好評ではなかったという。しかし、後に、萩原作太郎の賞賛を受ける、等、 評価されるようになったとランポは語っていた。売れない物書きの瞳広助は定食にもつかない極貧生活の中で自分の理想郷を作ることを無双していた。そんなある日、容姿が自分とうり二つの大富豪、小茂田玄三郎が病死したという話を知り合いの新聞記者から聞く。瞳と,と小茂田はかつて同じ大学に通っており、友人たちからはソーセージの兄弟と、 揶揄されていた。コモダが転換持ちであり、転換持ちは死亡と診断された後に息を吹き返すこともあるという話、さらにコモだ家の墓のある地域は土葬の風習が残っているということを知った瞳の中にある壮大な計画が芽生える。それはコモダが蘇生したかのように装ってコモだ家に入り込み、その莫大な財産を使って、 理想通りの地上の楽園を想像することであった。瞳は自身の自殺を偽装して、コモダ家のあるエムケンに向かうと、墓を暴いて、コモダの死体を掘り起こし、隣の墓の下に埋め直した。そしてさもコモダが息を吹き返したように装って、まんまとコモダ家に入り込むことに成功する。瞳はコモダ家の財産を処分して、エムケン S 軍の南端にある小島。 沖ノ島に長い間夢見ていた理想郷を建設していく。一方、蘇生後は自分を遠ざけ、それまで興味関心を示さなかった事業に熱中する夫をコモダの妻、千代子は遠惑して見つめていた。千代子に自分がコモダでないことを感づかれたと考えた瞳は、千代子を自らが建設した理想郷、パノラマ島に誘う。瞳は建設した 理想郷とは、どのようなものだったのか。そして、千代子の運命は ?1971 年、千とばらの悪魔として、高品良子によって漫画化された。1982年、土曜ワイド劇場、江戸川乱歩の美女シリーズにて、天国と地獄の美女として放送された。作中では、M 県 S 軍と書かれているが、舞台は、三重県の鳥場の離島であるとされる。 乱歩は1917年に、賭場にある、賭場造船所電気部に就職。諸務課に配属されたが、毎日のように窓から離島を眺めていたという。また、賭場湾にある、島全体が、レジャー施設である、三木本魔樹島も、小説の舞台の要素として取り入れているとされる。作家の伊藤優作らは、作中の露呈などから、三重県の旧務本村が、 舞台設定に反映されているほか、クホ本出身で農業用ため池を開発した駒田五郎八と紅茶輸出を手掛けた駒田作五郎が駒田玄三郎のモデルであると推測している。また、エドガー・アラン・ポー、アルンハイムの辞書と谷崎淳一郎、金色の詩の影響を指摘している。ありがとうございます。